スカイリムの小ネタや、見逃してるかもしれない要素を、7つピックアップして紹介します。あなたはいくつ知ってるでしょうか？ということで早速。ちょっと見て。一つ目は、ホワイトランで見られるものです。この街の建物を、よく見てみたことはあるでしょうか？例えば、武器や防具を売っている戦乙女の炉では、屋根の上にドラゴンの飾りがあります。そこだけでなくベレソア雑貨店や、アルカディアの大釜などにもありますし、街に入ってすぐ左に曲がったところにある、小さな門にもドラゴンの飾りがあります。これについての情報はないのですが、PS5 の時代から、4000年以上前の第一期400年代頃、赤岩のウラクというノルドが、ヌーミネックスというドラゴンを捕らえ、ホワイトランまで運んだという伝承があります。ゲーム内書籍、オラフとドラゴンによると、オラフがヌーミネックスを捕らえた後、ホワイトランの宮殿の奥に、石造りの独房を建て、そこをヌーミネックスの監獄にした。そして宮殿の名を、ドラゴンズリーチと改めたとされています。このドラゴンの飾りはヌーミネックスを捕らえた後の時代に、作られるようになったと思われます。また、街ではドラゴンだけでなく、鳥のような飾りもあります。この飾りはジョルバスクルとキナレス聖堂、そしてドラゴンズリーチのみで見られます。これについても情報がないのですが、おそらくこれは、女神カイネの象徴である、鷹であると考えられます。私の別の動画でも触れましたが、ホワイトランにあるスカイフォージの石像は、カイネと関係している可能性があります。カイネはノルドの宗教において、嵐の女神であり、多種族が信仰している、キナレスと同一であるとされています。また町にはキナレス聖堂があり、聖堂の前には、キナレスの恩恵を受けていると考えられる、ギルダーグリーンという木もあります。そのように、ホワイトランはカイネとゆかりがあるんですよね。ドラゴンの飾りにはどんな意味があるのかは不明ですが、鳥の飾りには、カイネの祝福を受けられるように、といった意味があるのかもしれません。とかなんとか言ってきましたが、本当に紹介したいのはそれらではなく、ホワイトランの宿や、バナードメアで見られるものです。この建物はドラゴンや鳥ではなく、馬の飾りなんですよね。メアはメス馬という意味があります。おそらく宿屋の名前に合わせて、この建物だけ、馬の飾りが付けられたのだと思われます。こういった細かいこだわりが見られるのも、TES の面白いところだと思うのですが、建物の上をまじまじ見ることはあまりないでしょうし、どの飾りも遠くからだと同じように見えたりするので、バナードメアの飾りだけ他と違うことに、気づかなかったドバキンもいるかもしれません。二つ目はスカイリムの地下空間、ブラックリーチで見られるものです。アルフタンドというブーマー遺跡から、ブラックリーチに突入した場合、南西側に進んでいくと、ドワーフスフィアが守っている、小さな建物が見つかります。建物の名前は、シンデリオンの野外実験室となっており、そこに入ってみると、シンデリオンという名前のついた、スケルトンが一体倒れています。部屋に残されている日記を読むとわかりますが、シンデリオンはニルンルートの研究者であり、ブラックリーチで見られる、クリムゾンニルンルートの調査に来ていたんですね。しかし、彼はその調査の途中で死んでしまったようです。で、少々本題からそれるのですが、おそらくシンデリオンはこの建物の前にいる、ドワーフスフィアに殺されたと思われます。ただシンデリオンの骨には、ドワーフの矢が刺さっているんですよね。ドワーフスフィアは弓ではなく、クロスボウで攻撃してきます。ではなぜシンデリオンにはクロスボウのボルトではなく、矢が刺さっていたのか、と思ったドバキンもいるかもしれませんが、クロスボウやボルトは、DLC、ドーンガードで導入された武器であり、ドーンガードが実装される前の本編には出てきません。なので開発者は、本当はボルトをシンデリオンに刺したかったけれども、DLC、ドーンガードが実装される前にボルトはなかったので、ドワーフの矢で代用したのだと考えられます。さて話を戻しまして、そんなシンデリオンですが、PS5 の時代から、約201年前が舞台の前作、PS4、オブリビオンに出ていたんですよね。彼はスキングラードという町の宿の地下に住んでいて、当時からニルンルートの研究をしていました。シンデリオンはニルンルート関連のクエストを持っていて、彼にニルンルートを渡すことで、暗視と体力上昇効果を持つ、冒険に役立つ薬を作ってくれたんですよね。PS5 で読めるシンデリオンの旅行記には、第4期58年、栽培の月、乱す、という日付が書かれており、彼はこの日記を書いた後、どれくらい経ってから死んでしまったのかは不明ですが、シンデリオンはブラックリーチに来る前は、サレシ農場に居候していたようで、農場を経営している、アブルササレシという女性に、
ニルンルートに関する知識を教えていたようです。そして彼女はシンデリオンの教えのおかげで、ニルンルートを種から育てることに成功しました。アブルサ曰く、それができるのは彼女だけだそうです。クエスト、赤いニルンルートを探せでは、クリムゾンニルンルートを30個集め、アブルサに渡すことになります。その後実弾は語られませんが、彼女はシンデリオンが残したメモを調べ、クリムゾンニルンルートの特性について、もっと調査すると話しています。アブルサはニルンルートを研究し続けた結果、種から育てることに成功したように、クリムゾンニルンルートの特性を解明し、種から育てることに成功してもおかしくありません。TES6 は TES5 よりも、後の時代が舞台になると思われますが、もしかしたらアブルサの研究のおかげで、クリムゾンニルンルートが、一般市場に出回っているかもしれません。またアブルサは、エルフで寿命が人間よりも長いので、TES6 にも登場するかもしれませんね。三つ目は、ランダムイベントに関するものです。あなたは次の人物に会ったことはあるでしょうか？そこの人、どうか助けてくれ。吸血鬼に襲われたんだ。吸血鬼に変わる前に治せる薬か何かを持っていないか？このように、吸血鬼に襲われたカリュードが助けを求めてくるんですね。落ち着いて、どこで起こったんだ、という選択肢を選ぶと。避けていけるよう地図に書く。どうか助けてくれ。助けないなら、司祭を探しに行くのでそこをどいてくれ。吸血鬼がいるどこかのダンジョンがマップに追加されます。じゃあな。で、疾病退散の薬を持っている場合、カリウドにそれを渡すことができます。ああ、助かった。お礼にこれを受け取ってくれ。そしてお礼として100ゴールドもらえます。ちなみに錬金術で自作した薬は渡せないので、お店で買った薬か、どこかで入手した薬を渡す必要があります。で、もし持っていない場合、すまないが、手は貸せない。それなら邪魔しないでくれ。町へ行って司祭を探さなくては。そう言って彼は近くの町まで走っていきます。というランダムイベントなんですが、特に発生条件はないので、ゲームを開始した序盤であっても、このイベントは発生する可能性があります。ただ、私が初めてこのイベントに遭遇したのは、スカイリムをプレイしてからだいぶ後だったんですよね。私がたまたまそうだっただけなのかもしれませんが、同じようにこのランダムイベントに、遭遇したことがなかったドバキンもいるかもしれません。四つ目は、ロリクステッドの南東で見られるものです。マップのこの辺りでは、道の外れで馬が一頭死んでいます。特に血痕は見当たらないんですが、その道を西の方に進んでいくと、道の真ん中に二つのベアトラップが仕掛けられており、そのすぐそばには倒れている荷車と、死んでいるカジートが見つかります。このカジートはメモや日記などを持っていないので、ここで何があったのか、具体的なことはわからないんですが、ベセスダ公式のゲームガイドによると、このカジートは山賊に襲われたようです。荷車にはお鍋やお皿があることから、このカジートは食料を運んでいたと思われますが、この道を進んでいた彼は、前方に仕掛けられた二つのベアトラップを発見し、それをなんとか避けようとしたけれども、馬が体勢を崩して転倒してしまった可能性があります。馬はそのまま死亡してしまったけれども、カジートはその時まだ生きており、そしてベアトラップを仕掛けた山賊が彼にとどめを刺し、カジートの荷物を盗んでいったのかもしれません。ちなみにこのカジートは話術のスキルブック、火中に舞う、第7章を持っているので、近くを通ったら漁っておきましょう。5つ目はなんてことないのですが、スカイリムの蝶々やホタルなどには接触判定があるため、うまく乗ればそのまま飛ぶことができます。まあこれができたところで何の意味もないんですけどね。で、実は空を飛ぶ鳥にも接触判定があるため、鳥の上にも乗って飛ぶことができます。まあこれができたところで何の意味もないんですけどね。鳥がいる巣は、大抵木の上など高いところにありますが、直接巣に行ける場所もあります。例えばリフテンの南東にある、フォーレルホストから東側に行くと、岩場の先に巣が見つかります。鳥は近くを飛ぶ、巣に帰るというサイクルを繰り返しているので、もし巣に鳥がいなかったら待っていれば OK。まあ乗ったところでほんと意味はないのですが、もし鳥に乗れることを知らなかったのであれば、次回プレイ時にでも試してみてください。
ただし落下死する可能性があるので、事前にセーブしておくことをお勧めします。6つ目もなんてことないのですが、イバルステッドの南東にある洞窟、アンガルブンデで見られるものです。この洞窟は古代ノルド遺跡に繋がっており、アンガルブンデの広間の南東側は、アンガルブンデ、地下墓地というエリアになっています。そしてそこを進んでいくと、ものすごく巨大なカニスの根が見つかります。ドバキンの背丈よりもでかいんですよね。カニスの根はリフト地方でよく見つかり、一つ一つサイズや形が異なっていたりするんですが、人の身長以上にでかいカニスの根は、ここでしか見られません。まあでかいだけで、特別なカニスの根が採取できるわけじゃないんですが、一体なぜここのカニスの根は巨大なのか、何かしらの意味があるのか、開発者の遊び心で大きくされただけなのかは不明です。ラストはリバーウッドの西にある、イリナルタの深淵で見られるものです。そこは崩壊している砦であり、イリナルタ湖に沈みかけているんですが、奥に進んでいくと、下の階が水没してしまっている部屋に着きます。で、その水没しているところの北側には、水が噴き出しているところがありますが、その下には、奥の部屋へと続く通路があります。で、その部屋には宝箱があるのですが、紹介したいのはその宝箱ではなく、その部屋の天井を見てみると、編成のスキルブックである、呼吸の水という書籍が浮いているんですね。この本は短編小説となっていて、ある密売人が、水中呼吸の呪文を習得し、沈没した密輸船のお宝を、盗みに行くという話なんですが、水中呼吸の呪文をかけて船まで潜り、お宝を見つけたまではいいものの、そのお宝に気を取られて、呪文の集中を切らしてしまい、そのまま沈没船の中で窒息死してしまうという物語でした。この本の持ち主だった人物は、物語の密売人のように、窒息死してしまったんでしょうか。というのは考えすぎかもしれません。水没しているところの通路はわかりにくいですし、仮に通路を見つけて泳いで行ったとしても、水中は暗くて視界が悪いので、この部屋の天井に本があることに、気づかなかったドバキンもいるかもしれませんね。ということで以上。あなたはいくつ知ってたでしょうか。もし知らなかったものがあれば、次回プレイ時にでもチェックしてみてください。それではご視聴、ありがとうございました。